はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは東急東横線の人気駅中目黒です。恵比寿や代官山に隣接するおしゃれ街で芸能プロダクションのオフィスが多いことから芸能人の遭遇率がめちゃくちゃ高いことでも知られる人気街ですね。今回はそんな中目こと中目黒の街並みや住みやすさを見ていきたいと思います。中目黒は駅の前を山手通りが通っているんですけれども、目の前の信号を渡って最初に目につくのが高架下のおしゃれスポットですね。本屋とスタバが併設されたブックカフェ型の蔦屋書店があります。中目黒は駅ビルみたいな商業施設はないんですけれども、高架下が約700メートルにわたって商業スペースとして利用されていて、その高架下に飲食店や雑貨店など28店舗が軒を連ねているっていうのが特徴ですね。こちらのロンカフェは日本初のフレンチトースト専門店です。やっぱり中目黒はこういうおしゃれな飲食店が多いのが人気の理由ですね。で、そのすぐ横には東急ストアもあります。ちょい高級路線のスーパーですね。反対側にもう少し安めなライフもあります。で、この渋谷向かう方面はすぐ目黒川にぶつかるんで高架下エリアはまあ少ないんですけども、目黒川付近にもいろいろとお店が並んでいます。例えばドイツ料理とクラフトビールが楽しめるシュマッツとか、割烹料理のオータルというなかなか珍しい感じの2階建ての大衆居酒屋があります。ここは中目黒住民に最も愛される居酒屋といっても過言ではなくて、中目黒だけでも5店舗あるそうです。そして山手通りの反対サイド、祐天寺の方面にも高架下沿いにいろいろと飲食店が並んでいます。ここのシティベーカリーはニューヨーク発のベーカリーカフェで、ニューヨーカーたちに愛されるおしゃれ店舗ですね。そしてそのすぐ周辺、山手通りから1本入ったところには、庶民に嬉しいスーパーのライフがあったりとか、100円ショップも並んでますね。こういう路地入ったところには中目黒ならではの個人経営のお店が多い印象です。そして駅を出て右を向くと、中目黒のランドマーク的存在であるタワーマンション、アトラスタワーの存在感が半端ないですね。ここは芸能人が多数住んでると言われる有名なタワマンです。地上45階建て160メートル超えの高層マンションで、円柱みたいなデザインが目を引きますね。しかも意外と9階から25階は UR の賃貸住宅になっています。で、そんなアトラスタワーの麓には商業施設エリアが連なっていて、このアトラスタワーを含むこのエリアを中目アルカスって言います。アルカスは英語で、まあ、アルカスと書くんですけれども、逆から読むと桜になってるんですよね。中目黒は目黒川沿いの桜が名所でもあるので、それにちなんで逆さ読みで付けられたそうです。で、このアトラスタワーも1階から5階が商業的な施設になっていて、サイゼリアとかコンビニ、クリニックなんかが入っています。このマンション直下には交番もついてるっていうか、まあ入ってるんで、治安面でも安心度が違いますね。そしてそのアトラスタワーの先にはバカでかいニトリもあります。都内でこんなでかいニトリ初めて見ましたね。そして山手通りを挟んでアトラスタワーの向かいには中目黒ゲートタウンという、これまた複合施設が建っています。ここはオフィスタワーと商業施設、住宅施設の3つの建物で構成されています。で、ここ階段下るとプレセっていう、東急ストアの高級路線のスーパーが入っています。プレッセには輸入食材とかワインなどワンランク上の品を取り扱っていますね。他にもカルディなんかもあって、地下には図書館も入っています。はい、そしたら今度は駅前の山手通りを北へ進んでみます。駅を出て左の方面ですね。こちらの方がガヤガヤといろんなお店が並んでいます。中目黒はこじゃれた飲食店が多いイメージですけれども、大通り沿いには、牛丼屋とかそば屋、ラーメン屋などサクッと一人飯できるようなお店もちゃんとあります。中目黒は住人の 50% が20代から40代と働き盛りの人が多いとされてるんで、安くがっつける飯屋があるのは助かりますね。この山手通り沿いにはご覧の通り雑居ビルが多く立ち並んでいますが、ここに芸能事務所が多数入居しています。なんか渋谷、赤坂、六本木っていったテレビ局エリアに対して交通の便がいいんで、まあ、そういう意味があって多くの芸能事務所が中目黒を含めた目黒区に居を構えることが多いそうです。なので中目黒は芸能人の遭遇率が非常に高くて、飲食店でご飯食べてたら隣に女優の丸々が座ってたなんて話をいくらでも聞きます。中目黒住民は芸能人を見ても騒がず横目で流せるほど芸能人慣れしてるんだとか。そして山手通りの一本隣に入ると並行するように目黒川が流れています。目黒川といえば桜ですね。
中目黒から池尻大橋の間の目黒川沿い約4キロの道のりに約830本ものソメイヨシノが植えられていて、春には美しい桜のトンネルを咲かせてくれることで都内でも有数の桜の名所になっています。桜シーズンになると桜並木沿いに多くの屋台が立ち並んで賑やかになって、で夜になるとぼんぼりでライトアップもされるんで、昼と夜で違った楽しみを味わえることでも知られています。とそんな川沿いの景色を眺めながら中目黒のアクセス情報についてもおさらいしておきます。中目黒は東急東横線と東京メトロの日比谷線が通っていて、都心に近いというか、ほぼ都心なんでアクセスはやっぱりめちゃくちゃいいです。渋谷とか恵比寿は電車使うまでもなくチャリ圏内ですし、日比谷線は始発駅でもあるんで座って移動がしやすくて、でしかも東横線は副都心線に直通してるんで池袋方面にも出れます。あえて少し弱点としては、品川とか東京駅なんていう新幹線の駅まで30分くらいかかるんで、出張が多い人にはその点がちょっとデメリットかもしれないですね。やっぱりおしゃれ街で人気のある恵比寿代官山に歩いて10分くらいで行けるっていうのが大きいですね。もともと中目黒はそんなにおしゃれな街ではなかったんですけれども、恵比寿とか代官山と隣り合ってることもあって、そこで働いてるショップ店員とか美容師、ヘアメイク、スタイリストなんていうファッション関係者が中目黒に住み始めたことで、中目黒自身もおしゃれで尖った街になっていったそうです。そんな中目黒は住みたい街ランキングでは大体上位に入るんですけれども、住みやすい街ランキングでは結構順位が下がるんですよね。なんでやっぱり住みたいっていう憧れ票が集まる街だと言えますね。そしたらまた山手通りに戻りまして、駅から10分程度のところには大きなドンキホーテが建っています。ここドンキホーテの本店で本社ですね。またこのドンキホーテの向かいにエグザイルグループの総本山である LDH の事務所があるんで、 LDH の人たちがよくいることで有名なドンキです。普通に買い物に来てるらしいですよ。そしてドンキホーテの先を曲がると高級なスターバックスであるスターバックスリザーブアールロースタリー東京があります。ここはスターバックスの高級店舗で、現在世界で5店舗しかないうちの1つがこれだそうです。外観を、建築家の隈研吾がデザインしていて、1階が鏡張りだけど中がよく見えない感じになっています。で建物自体は4階建てになっていて、1階が高級コーヒーが飲めるカフェスペース、でその上の階は紅茶やカクテルの専門店が入っていたり、ワークショップを行うイベントスペースがあるそうですね。中目黒のおしゃれさを象徴するような高級スタバですね。中目黒はカフェ人気が本当にすごくて、目黒川沿いにはカフェをオープンしたい人向けの学校みたいなのもありました。それではちょっとおしゃれコースを回ってきたんで、もう少し地元感を感じるエリアも見たいと思います。駅の裏側ですね、さっき見た中目黒ゲートタウンの裏にある中目黒銀座商店街です。昭和28年発足と歴史のある商店街で、全長が約800メートルの中に約180店舗、昔ながらのお店と新しいお店が混在するように並んでいます。山手通りほどの人混みは全然なくて、遊びに来た人っていうよりは地元住民が日頃から利用しているような商店街ですね。主に、飲食店とか家具生活品などの雑貨店が多そうですけれども、飲食店は有名チェーン店は少なくて、中目黒らしいおしゃれなカフェとかベーカリーなどが多いです。飲食店は軒並みこじゃれた感じですね、やっぱり。そしたら最後に目黒川を渡って住宅地のエリアの方も歩いてみたいと思います。山手通り沿いを南に下っていきます。アトラスタワーの先のニトリをもう少し進むと、目黒川の船入り場があります。船入り場といっても分かりませんけど、英語だとリバーサイドパーク、要するに川沿いの広場ですね。ちょっとした憩いの場です。そしてそこをさらに少し進むと中目黒公園っていうそこそこ大きな公園があります。中目黒の貴重な緑スポットですね。都内の公園には珍しく無料開放されたバスケットコートがあります。ハーフコートですが。そしたら駅の方に戻りながら徒歩10分圏内くらいの住宅地ゾーンを歩いてみます。新しめのマンションと昔からずっとあるような築40年経ってそうな築古の戸建てが混在しているような感じですね。ここで、中目黒の家賃相場について言及しておきますが、こんな感じになっています。やっぱり恵比寿や目黒と並ぶレベルで都内でもトップクラスに家賃が高いエリアになります。一人暮らし向けのワンルームとか 1K でも月10万超えて当たり前っていう感じですよね。
庶民的な年収の人が快適に住むっていうのはなかなか難しいかもですね。住環境よりも立地の良さだったりとか街のブランドを優先したい人向けっていう感じですね。はい、という感じで今回は目黒区の顔ともいえる人気街中目黒を見てみました。印象としてはやっぱりおしゃれな飲食店が多いですね。高架下もそうだし、目黒川沿いとか商店街にもいい雰囲気のカフェがずらずら並んでるんで、デートで街を歩いたらまずお店には困りません。その代わり娯楽施設とか大型の商業施設がないっていう点がありますけれども、まあ渋谷とか恵比寿に近いんでそこまでっていう感じなんですかね。やっぱり恵比寿や目黒とかと比べると駅ビルがないのとあるのとでは街の印象がだいぶ変わりますね。という感じで今回は終わりたいと思います。動画をご覧の方で中目黒に住んだ経験のある方はぜひ実際の住み心地などを教えてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。